おはようございます。2月25日朝5時38分の相場解説になります。これ1時間足なんですけども、今までのことをねちょっと振り返りながら行ってみようかと思いますけども、まあ、まずはこの辺からですね、横ばいが来て、でここで N ができましたね。で力点がここに1個できます。その後もう1個 N ができるのかなと思ったんですけど、できずに、まあ下がっていってですね、こういう風になって、ここで一旦ドーンと落ちて、ここからぐっと上にね向かって上がるかと思ったんですけども、いまいち不発で上がらずにそのまんま下がっていったというところですね。で力点の2つ目がここと。で力点が2つできたんで、まあゾーンを引きましてね、この手順だからよく覚えておいてくださいね。ゾーンを引きまして、で次の力点、このゾーンをね抜けたら、下の方に抜けたら、あすいません、下の方に抜けたら大きく下に行くんではないかなっていうことと、このゾーンを抜けれずに、まあ、跳ね返って反発して上に向かって、まあ、やっとね N のような形を取るというような2つの仮説があったんですけども、じっと待っているとここ穴を開けて下の方にグッと向かいましたね。でここで、まあ、一つ大きな利幅が取れるわけなんですけども、これはねどこに由来するのか分かりませんけども、ここで一旦止まりましたね、チャートの流れが。でこっちの方見ても何もないんですよね。だからこれ何なんでしょうね、ここでこうぐるっと回ったのは。まあ、でもよく分かんないんですけども、こうなってこれからそのまんまね1時間足のチャートがこのゾーンまで上に達することになれば、またここで、突き破って上に戻るのか、ね、それともやっぱ跳ね返されて下に行くのかってことになりますけども、もし跳ね返されて下に行くようでしたら、ほら大好きな N の字が狙えますからね。ここでこういうふうに考えていきましょう。で突き破って上の方に行くようでしたら、ちょっと形が不規則ですけども、ここで2つ目の N がやっとできるということです。ちょっとごちゃごちゃになっちゃいましたね。というふうなことを1時間で捉えながら、まあ1日デイリーを見てみましょうか。まあデイリーはですね、ここに1つの力点を作って、こういうふうに線を引くと、あら不思議、こうですよね、この力点ができると。まあ、ですから今後はこの辺りに展開されるのがデイリーなのかなと思いますよね。111円、112円の範囲で推移するのかなと。で、今までこういうふうにね、右肩上がりを続けてきたんですけども、また別のフェーズに入ってきたかなってことですね。で、次4時間。4時間は、ここに、まあ力点があって、ここを超えたから、ズバーッと上昇したということでした。で、ここで N を書いて、で、まあ、現在のね、ここまで来たということですよね。で、ここがザーッと下がって、今、陽線ですけども、これが、だから、こういうふうな形になってるのかな。うん。で、今、この後、まあ、N を書いていくのか。で、N を書いた場合は、ここを突き破れるかどうかが一つの問題になってきますけどもね。まあ、4時間でエントリーすることはないんですけども、4時間とか出入りっていうのは、全体のトレンド、傾向を知るために見てるわけなんですよね。で、その全体の大きな時間軸っていうのは、さらに下の時間軸を押さえつける力がありますから、全体を押さえていくとですね、1時間がどっちに向くのかっていうのを見やすくなってきます。もう一回1時間見てみます。はい、移動平均線の100日ってのを見てみましょうか。100日がね、黄色なんで目立たないんですけども、こういうふうに推移してるんですね。で、ここまで来てるのかな。で、アリゲーターライン、ちょっと6本もありますけども、アリゲーターラインがこの辺りからズバーッと開いて、下に行くぞーというふうな予兆を出して、ここで目いっぱい開いてね、下に行ったわけなんですよ。で、今こう交差してるところなんですよね、100日と。それから他の時間軸、時間の、移動平均線が。まあ私はこの開いて、目いっぱい開いたアリゲーターが、もっともっとね、下の方に1時間で行くんではないかなと思います。で、反発してドーンと上に行くポイントがどっかに存在するんではないかなと思うんですよ。それがどこかはわかりません。一つはここなんではないかなと思うんですよね。うん、やっぱりこう、
チャートが束で揃ってるところですから、拮抗してたところなんでね、ここが一つの、うん、きっかけになると思いますけども、ただね、ここが何なのか分かんないんですよね。ここがなんでこういうふうに V の字を書いたのかが分かんないですね。まあですんで、もしかしたら想像もつかないような力点がこの辺りに110円の230から110円の390の間に横たわってるのかもしれないなというところです。それがちょっと注意するべきところかな。まあ、いかがでしたかね。今回はちょっとグダ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 と言ってしまったんで、受け止めが難しかったかもしれません。で現在のね、チャートリアルで動いてるのを引っ張ってくるとこういう風になります。これ4時間ですね。で1時間と、1時間だからその操作トップのようになったんじゃないかなと思うんですよ。でもう一個想像ができるとすると、ここには書き込めないんでちょっとどかしますけどもね。あれ、動かなくなっちゃった、動かなくなっちゃったの。はい、1時間をちょっともう一回開いてみますね。あの操作トップっていうのはざっくり見るとですよ、こういうふうにこんもりとした山みたいなのができていることなんですよね。で操作トップの後ってちっちゃめの操作トップができることがよくあるんですよ。こんな感じです。これもだから一つ頭に入れておきたいですよね。でここで言いたいのはね、いつも言ってますけども、今回の仮説が合ってるかどうだったかっていうことは今回の利益に直結しますよね。でも未来の利益に直結するのはこの図を見て、この図ですよ、このチャートを見て、操作トップっていうのが思いつくのかってことと、 N とか V とか W が見つかるのかってことと、あとゾーンが力点がどこにあるのかってことがね、把握できるのかっていう、この3点にあるんですよ。だからいつもチャートを見るときはその3点が見て取れるかなっていうことで自分の力量を知るんですよね。でその3点のうち何かが見て取れたら、1点でも2点でも見て取れたら、それが本当にそうなるだろうかっていうふうなね、こう根拠を残しながら数時間後とか翌日とかを見て振り返っていくってことですね。この積み重ねが FX の勉強であり実力の積み重ねですからね。チャートをパッと見たときにいろんなパターンがこのチャートの中から浮かび上がってこないといけないんですよ。正解とか不正解抜きにしてね。で、もう一回一個だけやりますよ。このチャートを見たときに、操作トップでもいいんですけども、ここに N ができかけてることを感じれるかどうかなんですよ。こういうふうにね。こういうふうに来て N かもしれないし、もしかしたら、こっから直接もう N で、今ここが力点のクライマックスなのかもしれないなってことなんですよね。ただここの力点のクライマックスってのはなんかね考えにくくて、というのがないんですよね。こっちの方に何かが、あのここが力点になるとこっちの方に何もないんですよ。きっかけがこういう風な力点がないんですよ。こういう風な力点が、こういう、これも力点です。あ、動かしちゃった。これも力点ですよ。ここも住み足力点、ね、こういうのが見つからなければなかなかね、どこで新しいチャートが折れ曲がるのかって分かりにくいんですよね。はい、ちょっと長くなりましてすいません。次回というかね、また数時間後に解説します。操作トップが来るか、 N が来るか、何が来るか、蛇が来るか、蛇が来るかってことでございます。まあ FX って本当にいいですね。どんな時でも相場動いてますから、ここに利益を求めることができるんですよ。だから世の中が動いてなかったり不況だったりね、それから今回みたいにいろいろ流行っちゃうじゃないですか、世界的に。そうなると商品が売れなくなったりとかね、流通が起きなかったりするということがありますけども、ただこうやってね盛んに動いてるんですよ、相場っていうのは。ですから何かね、商品が売れたとか売れないとか関係ないんですよね。すごいですよね。